きりワクワクの演奏を皆様にお届けしたいと思います、はい、今回もですね、はい、すごいゲストボーカルをお招きしてますよ。はい、それでは早速最初のボーカリストの方に登場していただきましょう、はい、まずトップバッターは岩崎ひろみさん、曲はご存知シンデレラハネムーン。イエイ。特にこうヒロミさん本セクションがそう、ね、今日はかっこいいです。この曲はアレンジが堤恭平先生だったので、今回はぜひ堤先生のアレンジで歌いたいということ で、 で私もフルコーラス、この歌普段歌ってないんですね。フルコーラスは疲れるから、そういう理由ですか。手抜きじゃない強く強く繋がる扉に手をかけ思い切り開け放つ二人の未来、君が僕を見失わぬように奥へで歌を歌うよ、静かな水面を進むよ。その時一緒に飲んでた仲間と一緒にお家にお邪魔して、はい、うん、でお母様とカナダからの手紙、俺カラオケ一緒に歌ったんだよね。貴重、ずるい。まだ俺彼が こんな子供になそうですね、めちゃめちゃ小さかったんですよ。ちいてこう上手い時ね。そうなんですよ。堤恭平先生の曲が多くてね、108曲作ってもらってるんです。108、そんなに、はい、普通の日本でのレコーディングもそうなんですけど、うん、ロンドンでレコーディングしたり、ロス行ったりとか、ニューヨーク行ったりとか、うん、もう本当海外でも一緒にレコーディングさせていただいて、はい、もうすごい思い出がいっぱいですね。いっぱいもあって、15歳からのずっとお付き合いをさせていただいたんで、もう本当に人生と共にですよね。もう僕にはもうかけがえのない恩人ですから。機動戦士フォーミュラー191イメージソング、君を見つめて The Time I'm Sing You With 本田雅人。夜一本あざりその痛みを分かち合い、よさちぼゆしゅび激しさに震えれば、
スター栗谷誠さん、今日はどのような曲を演奏していただけますか。今回はあの中川エリック、うん、本田さんというこの3人のですね、はい、素晴らしい管楽器奏者を迎えてね、うん、なんかセッションをできればなというふうに思っておりまして、どうでしょう。素晴らしいですね皆さん美さん、どんな先輩ですか。いや、もう尊敬する大先輩であり、うん、うちのそれこそ母がやはり昔お世話になっているということで、で、まあ、その時を僕はやっぱりまだ知らないというか。なんで知らなかったかな。このように生を受けてない。そっか、生まれてなかったのか。それじゃどうしようもないよね。そっか。ありがとうの言葉を噛みしめ。私なりにこんな小春日和の穏やかな日はもう少しあなたの子供でいさせてください。些細なことで褒められたあの頃羨む日々です。それでも明日は来る。時間は前に進むだけ。お疲れ様、私よく頑張っています。お疲れ様、私大
丈夫。働くことはきっと自分を前に進めること。一言ずつ感想をいただけますか。まずは三浦祐太郎君。はい、五郎さん、ひろみさんをはじめとした本当に素敵なミュージシャンの方々とご一緒できて本当に今日は幸せでした。今日こうやっていらっしゃった皆さん、そして配信で見てる皆さん、本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは岩崎ひろみさん。はい、本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。皆さんどうぞお元気で、笑顔で乗り切りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に野口五郎さん。いや、もう本当に今日の出演者のお二人もそう、皆さんもそうですけど、ミュージシャンの皆さんも全てもう最高に、僕はもう幸せなひとときでした。はい、もう今日家へ帰って涙します。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん